祖父か祖母。祖母だな。可愛がってもらった。かなりのおばあちゃん子だね。幼児期、高齢者と長く過ごした人間ほど成長してからホロアバターの人工知能と良好な関係を築くことが多い。そのパターンに常森さんも当てはまっている。相変わらずですね、雑賀先生。今のどうやったんですか？ただ観察しただけさ。人は無意識のうちに様々なサインを発している。コツさえ覚えれば簡単にそのサインを読み取れる。